はい、明日防衛戦を行います大崎選手です。計量終わりました、はい、体調の方いかがですか。今回ぼちぼち悪くはないです、うん。今回の対戦相手大木久保選手とは一度戦っています。はい、戦ってどういった印象をお持ちですか。パワーがこんな感じ、パワーがあるなという感じで、試合見た通りのイメージですね。はい、今回、チャンピオンとして迎え撃つことになります。はい、明日どういった試合展開をイメージされてますか。やはり、まあ、前回の哲選手との試合見て、まあ、踏んでくるというイメージなので、その通りなるかわからないですけど、まあ、そう踏んでくると思うので、それもしっかり対応しながら、やはり自分の打撃を当てていくというスタイルをやっていきたいと思います。もちろん、まあ、岡崎選手的には離れて戦いたいっていう。そうですね、まあ、でも離れてばっかりでも、まあ、離れてばっかりでもそんなに有利かということでもないと思うので、まあ、局面局面で、まあ、くっついても離れても自分の、まあ、有利なポジションでやっていきたいなと思います。明日会場に来ていただく皆さんに最後一言お願いします。まあ、チャンピオンとしてしっかりと防衛して、チャンピオンという印象をつけて、勝ち名乗りを受けたいと思います。はい、失礼します。はい、ありがとうございました。